さんこんにちは、二階堂るみです。皆さんこんにちは、二階堂あきです。はい、それでは今回のゲストの方2名様、ご紹介したいと思います。先週に引き続き今週も頑張りたいと思います。青木優子です。はい、私もですね、先週に引き続きまして呼吸の強さを保っていきたいと思います。木下ゆりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この番組レディースバトル二階堂に挑戦は、二階堂姉妹に挑戦は、はい、我々麻雀プロの二階堂姉妹がパチンコで勝負する番組です。はい、麻雀ではなくパチンコでです。はい、毎回乗り打ちバトルということで、こっちとこっちで勝負したいと思います。後半戦ということで、前半戦はどうだったんですかね、皆さん。私は1回格変引いたんですけど、ワンセットで飲まれてちょっと追加投資したところで、前半戦を終了しました。終了と、はい。私は格変3連してリターンが終わったところで終了しました。まあ勝ちましたね。これはちょっとまだ後半はまだいってないですけど、勝ちましたね。はいや、私はあんま出てないんですけど、ゆりちゃんがすごい出してくれてる。私がですね、最初2000円投資で、格変を引きまして、それから6連チャンしてから、400回転ぐらいまで行ってから、今格変2連チャン中の途中です。ああ、なるほど、なるほど、素晴らしい。青木さんは？私、ごめんなさい、単発やっと格変引いたと思ったらワンセットで終わりです。ほんとすいません。でもきっとここはお三人はいい勝負、今いい勝負。いい勝負、悲しいかなのいい勝負、ね、そういうゲームじゃないけどいい勝負。私だけか、やばい、やばい。ちょっと後半戦は気を引き締めて、そうですね、負けるわけにはいかないんで、ね、頑張りたいと思います。はい、では後半頑張りましょう。頑張りましょう。はい、レディースバトル1000円で13回回ったんですけど、移動かな。やっぱりね、困った時は海移動します。流れが良くないから2万円なくなっちゃった。いや、やるしかないんですけど、移動したいと思います。はい、今7500円使って119回でまた移動したいと思います。今の1000円なんとびっくり32回。あー、疑似連打。どうだ、当たりました。嬉しい。今ね、1万5000円使って持ち玉ゼロです。しょうがないですね。お疲れ様です。結構回ります。最初の方調節がちょっとだけ時間かかりましたけど、1000円また投資しまして24回回ります。やっぱりもうちょっと当たりました。単発ながらの8ですけども、ここで飲まれました。もうちょっとまた様子を見て投資したいと思います。確変です。ですね。それではここで番組ルールを紹介します。実戦時間6時間の完全自腹勝負、2対2の乗り打ち対決とし、実戦終了時の合計差玉で勝敗が決定します。出玉共有が可能なホールの場合、チーム内での共有実戦を認めます。
後半戦は上着を脱いで頑張りたいと思います。はい、それでは後半戦したいです。これがね、前半はよく回ったんだけどな、後半はどうかな。どんどんあの周りが落ちてってるような気がするんで、ちょっとあんまり回らないようだと大移動も考えてます。もう不安だもん、どうしよう。
いや当たんないもんですね、パチンコって。そんなことない、私いつもよく当たってる。存在しなかったんですけど、ノーマルリーチで当たりました。だってそれくらいしか当たらないじゃん。はい、単発で終了しました。ここでこの時短で引き戻して、どれくらいだろう、1万9000円今投資してるんで4連くらいすれば帰ってこれるんですよね。まあ、それを目指して頑張りたいと思います。今の障子が真っ赤だったので、これはもう大当たりになるでしょう。ヒデさんに来てもらいましょう。木の上より屋根の上がいいんだけどな。まあでも確変なので当たりは確定なんですけれども、これで確変になってもらえれば、お願い確変、赤いの来て。来てしまいました。単発ですね。確変が終わってしまいました。よし、ここでまた引き戻せるようにね、時短に入ったとき頑張ります。ガトラルタウン、聞いてください。やりました。ありましたが、7ラウンド目でハイビスカス光りました。おかげさまでスーパーラッキーでございます。いいですね、この音がキュンキュンになると。昇格昇格、時短終わって155回転目で結構早めの引きだったので、あまり球も減らさずに積みました。おおお、今言いましたが、これは昇格ですね。ありがとうございます。45回転目でございます。こっから確変ガンガン続けますんで。おー、いい
発でも嬉しい。引き戻してくれました。77回転どうせなったら確変引きればいいのに、しょうがない、しょうがない。すごい、あの通常時というか、まあ、時短中ですけど、ここ鳴ったの初めてです。確変中は鳴ったことあるんですけど。魚群です。さあどうでしょう。7でそこで止まってください。あおおお、だから海って好きなんですよね。このキュイッとキュイッと戻るのがめっちゃ嬉しい。核兵は続きますよ。ガンガン、結構来ましたよ。4泊、そう、3泊プラスまだ続いてます。やったー、イエーイ。これはいい感じなんじゃないですか。もうバッチリでしょ。すごいですよ、私たち2人で。もう10泊は出てます、2人で。お、素晴らしい。さだまでももう余裕勝ちぐらいなんじゃないですか。勝ちですね、もう確定ですね。もう勝ち確定でしょ。おお、じゃあ頑張ってね。やっぱり引き続き頑張ってください。私もですね、ちょっとあのこの勢いでハマりそうなので、おしぼりで手を拭いてもう一回頑張っています。回るは回るんですけど、外れた後にピュッて走って当たったりするんですよ。だからね、海は面白いんだけど当たんない。今日はあんまり当たんない。しかしあれですね、あの海の島は女性のお客様が多いですね。まあ、可愛いですからね、台が。やっぱ女性に人気があるんじゃないかな。ほら、隣の台にはマリンちゃん出るんだよ。私の台には出ないのに。54% だからこういう単発が大事なんです。またノーマル率だったよ。
なんか後半戦に入ってからいっぱい当たり出してる、嬉しい。まだ時短割ってから40しか回してない、41か。ノーマルノーマルノーマルって、ノーマル3連発だよ。私今日4と5しか当たってない5、4、4、4、5。昇格してくれれば嬉しいんですけども、どうでしょうか。また昇格が見たい。あーもうよばかり、やめて。いいよね。また4かと思っちゃった。上がったのかな。ダメっぽい。リーチかかる。ああ虹色だった。嬉しい。なんか楽しい。わー、日本です。わー、
あるんですね、こういうことも。楽しいですね、本当に。もう絶対ダメだと思ってたもん、びっくり。シルバー、ショーロ、私初めてこのリーチ見る。7、もうそんな連チャンしてたんだ。もう面白くてあっという間に時間が経ってた。もう、まあ、ちょっとあれですけどね、少なめに持ってますけど今7箱あって、まあ投資が1万9000円でおそらく多分3万5000円くらいかな。だから投資分は余裕で返ってきてるので、まあ、もっとレンチャーして勝ちに回りたいと。お姉ちゃんの分もあるんで、あの乗り打ちなんでね、もうちょっと頑張ってレンチャーしていっぱい出したいと思います。ちょっとハマってきますね。の読みだとちょっとハマると思いますで、言ってると当たったりするんですけど。Pフラッシュ来た。うわ、ハマると思ってたら、あー、やった。超嬉しい。本当に400までのハマりは覚悟の上だったんですけど、本当読めないですね。いつ来るか分かりません。本当にもう P フラッシュは先ほどもですね言った通り、あの確変確定なので、ほら3匹鯉が来た。これもですね、もう確定っていうことなんですよ。この悪人リーチはもうまず当たらないっていうふうに言われてるんですけど、今みたいに鯉が3匹来たらもう確定ですね。さすがですね、高確率の時に現れる絵柄は見てて面白いですね。わーい、
初です。さっきハマったのでもう295、今回260だな。どっちもですね300回転以内で来てるんで、うわ本当にハマりのハマりなく今日終わってくれるかもしれないですね。出続けてくれるかもしれません。ちょっと期待できますよ。流れが良くないかもしれない。流れが良くないからステージを変えてみました。もう読んじゃダメじゃんね。ワリン様、ワリン様、頑張って。どこまで行けばいいのかしら。頑張れワリン様。後ろはダメだって。残念。でも私的イメージなんですけど、ラウンド昇格しづらい台で2連続してたんで、3回目はしょうがないって感じです。これあれですよね、10連からワリンちゃんが歌うんですよね。10連はしたことないんですよ。ワリンちゃんの歌をぜひ聴きたいんですけど。今一箱飲まれました。ですがちょっと多めに入ってた箱だったんで、271回転ぐらいしてたんですけども、どうかなって感じですけども、まだ回るんで、もうちょっとぐらいは粘ってみようかなと思ってます。ヒデさん来ました。これね、一回屋根の上からのやつが出てほしいんですよね。当たってしまいました。再抽選で確変になってもらいたいところですけれども、確変来てください。もう一回来い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 。わあ、ワンセットで終わってしまいました。確変なんか続いてくれないですね。まあでもそんな贅沢じゃいけないですね。いつもと違う人だけどノーマルリッチ。ありがとうございます。またお願いします。
いやもらっちゃいました、ありがとうございます。いつも見てるって言われちゃった、いつも見られてる、頑張んないと。ごちそうさまです。本当ごちそうさまです。ありがとうございます。どうでしょう。うわー。お。もうめっちゃ嬉しい。ミスマリンちゃん出てきてくれました、嬉しい。
なくなってきたな、どうしよう。はい、今1箱使って、時短込みで238回、138回ですね。そうですね、多分20ちょっとですね。さっきの1箱は丸々大当たり1回分だったので1600あるかな、あるかないかくらいだと思うんですけど、若干周りが落ちてきてるんですけど、それでもまあ一応持ち玉なんでこのまんま続行します。ちょっと単発にはなってしまったんですが、今度こそ引き戻しできるように頑張りたいと思います。当たりました、人知れず当たってました。また引けるのでちょっといい台ゲットできましたね。特に爆発もない代わりに大ハマりもない状態で、まあダラダラという状態でたまに確変が続いてくれるような、まあ単発でも、まあ、引き戻しができるような台なので、すごいいい台に座ったなと思います。このままですね、連チャンしてもらえたらいいんですけどね。まだ単発になっちゃったのがちょっとショックですけど、あんまり確変が続かないですね。ダメでした。終わりかどうか、昇格するかどうか、ここが光ってくれればいいです、それで。全然当たんないね。どうなってんのかな。全然当たんないけど、回転数はまあまあいいんですよ。25とか24とかだと思うんですよ。回っても当たんない。これで回ってくれたら文句は、いや当たってくれたら文句はないんだけど、なかなかね、そううまいことはね。昇格しました。そしてまた確変、すごいな自分、すごい自分、すごい。10連です。10連でございます。すっごい嬉しいです。時短
でしょうね、引いちゃったりして引きたいな、後半戦ここで終了です。大当たりゼロから打ったんで12回ですね。で、1、2、3、4、5、6、違うな、1、2、3、4、5、6、7、8、8箱半、解消じゃないですか、私は。ただお姉ちゃんの方がちょっと分かんないので、お姉ちゃんの方もちょっと様子見に行こうかな。まあ、とりあえず私の方はここで終了です。お疲れ様でした。なくなっちゃう。なくなっちゃった。終わり。なくなっちゃったわ。乾杯。もうおしまい。もうダメ。グーの音も出ません。はい、時短がですね、今終わりました。もうちょっと時間ということなのでですね、まあ本当ならもうちょっと打ってれば、もうちょっと打ってればですね、まだ球は増えると思うんですけど、ちょっとね、もったいないかもしれないんですけど、時間ということなのでここで終わりになりました。でもですね、今日はやっぱ台選びが良かったのか、移動しないでですね、これだけ出ました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10箱ですね、出すことができました。まあかなりたくさん飲まれることもなく、まあ連チャンもまあ大爆発っていう、まあ10連チャンとかそういうのとかなかったんですけど、ちょっと残念だったのがプレミアがですね、今日何か1個ぐらい見れるかと思ったんですけど、それがちょっと見れなかったのがちょっと残念なんですけど、まあすごいいい結果を残せたので、まだバンバン剤というところで終わりになります。よかったです。あの大負けするかなとかもちょっと心配したんですけど、まあ勝ててよかったです。本当に大満足です。イエーイ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 。しかもですね、今回投資が3000円なので、さだまがすごいと思うんですよ。結構もうほぼもうこの分利益でもらえるっていうですね、いい結果が出せました。ちょっとですね、あの青木さん、ゆうちゃんのとこに行ってみたいと思います。ゆうちゃん出てるかな。今時短が終わりました。そして結構あ、リーチ来たいい感じだったので、この辺で時間が来たということなので終わらせていただきます。もう十分です私嬉しい、めっさ嬉しいやったー、大勝ち。12位ですかね。イエーイあっち行ってきますはい、実戦終了です。あー、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、それでは後半戦の結果を一人ずつお伺いしたいと思います。はい、まず、前半戦からイケイケだった木下さんから。はい、こちらが私の結果になります。はい、ちょっとですね、見てお分かりの通りわーいっていう感じでですね、素晴らしい。投資が最初の3000円で、はい、後からの追加投資はゼロです。
それでですね、調子よく続きまして、まあ、後半戦もぼちぼちですね、単発、まあ、確変より単発の方が多くて、まあ、大した出玉のこうラッシュはなかったんですが、まあ、ちょこちょこと出玉を増やしながら、出玉16,139発出ました。で、定まにしても最初の投資がですね少なかったため 15,389個、これが定まの結果になります。素晴らしい、はい、すごい楽しかったです。やっぱ出ない出ると楽しいですね。ね、パチンコは出ると楽しいよね。ですね。はい、はい、ありがとうございました。では次、あきちゃん。はい、こちらです。投資が19,000円、総投資ですね、前半戦13,500円使ったところで当たったのが飲まれて、後半戦までに5,500円使って、各辺を引いてからは追加投資なしですね。総投資が19,000円で、出玉が12,859個で、定玉が、プラス8,109個でした。はい、ありがとうございます。後半出たんですね。後半が良かった。あのね、途中でね、なんか6連打か7連くらいして、おー、素晴らしい、すごい優秀。なんか最初ね、5と4しか当たんないの。5、4、4、5、4、5、4みたいな、なんかそんな感じで、初めてもエビだったよね。そう、エビかサメかみたいな感じだったんだけど、途中ねタコとか入って、そう、2がスーパーになったりとかあったんだけど、結局ね、最後もう一回100円引いたんだけど、ワンセットだったし、うん、そこで、100円終わった時にやめました。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。それでは青木さん、はい、お願いします。達筆な青木さんの、達筆のなんかすごい男前な、みんな可愛く書いてるのに本当すいません。大きい子なんですけども、最初の投資、前半と同じく9000円から動かずで、出玉の方が後半、各辺座ってすぐぐらいで各辺が4連してくれまして、おい、それでちょっと増えたんですが、またちょっと一箱飲まれ、それで打ってたら、最後、最後だったですからね。ゆうちゃんすごかった。一回と近くありましたけど、10連しました。はい、おかげさまで、出玉の方が24,83玉ということで、定玉の方が18,233と、なかなか頑張らせていただきました。素晴らしい。素晴らしい。めっちゃ楽しかったですもん、もう後半。ねえねえ、羨ましい。楽しいですね。楽しいですね。それでは、はい、現状ではですね、はい、まあ、ゲストチーム圧勝なんですけれど、はい、まあ、私がね、この力を見せて、ですよね、はい、ですよ、力を見せて、もうドキドキです。怖いですけども、もうここで2連敗するわけにはいかないんでね、そう、そういうことですよ。はい、来る、じゃん、じゃん、三角が見えますね。てかこれゼロじゃない？あれ、出玉ゼロ。おお、出玉ゼロです。はい。いや、あのね、三連確変前半戦終了間際に、はい、確変三連して、はい、後半戦始まって、はい、2箱飲まれ、はい、3箱目も危うく飲まれるというところで、はい、単発引いたのかな。で、単発引いて、それがまた飲まれそうなところでまた単発で引いたのかな。はいはい、粘ったわけですね。飲まれちゃいましたね、あっさり。ね、で、はい、心が折れる音が聞こえました、はい、こんな結果になったんですけれどね、まあ、じゃあ一応あのゲストチームと姉妹のね、はい、あのチームの定まを見てみましょうか。はい、まあ、まずゲストチームの、定まが 33,622 個。おお、万歳、すごい。で、二階堂チームの定まが185,900個。あれ、なんか桁のなかった。まるが、あれ、ではもちろんなく、1,859個。はい、はい、プラスです。プラスです。プラスです。そこですよ、ポジティブにやっぱりいかないと。ゲストチームの圧勝でした。やりました、やりました。視聴者の皆さん頑張りました。また負けちゃったよね。ねえ、2連敗だもんね、今回。君がもう、ごめんよ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 。私がゼロだもんね、ほら。私がゼロだもんだって、ほら。だもん。これは、良くない。もうね、勝負にならないもん、今の。もうね、引きが弱い。
そうだね、とにかく初当たりが引けないんで、もう単発とか確変とかじゃないんですよ、初当たりが引けないんです。なるほど。なので初当たりまでが遠かった。だから私はアマデジしか打っちゃいけないのかもしれない。うん、そうだと思う。ごめんね。そうそう、いや、あのプライベートでは引き強いんですよ、彼女。そう、プライベートではもうね、なんかつい3日ぐらい前も2万8000発とか出たんですよ。おお、ね、3万3000には届かないけど、うん、でも一人で2万8000発出したの私。なんかこうさ、カメラが回ると弾けないよね。弾けないね。それね、私も最近そうなの。あ、なるほどね。ゲストとホストの違いだと思うんだな、私それ。あ、分かった。私もゲストだった。で前で出てた時は。ね、まあ、こんな感じですいませんね。もう一日ね、ありがとうございました。こちらこそ楽しく遊ばせていただきました。はい、本当に楽しかったでしょう、ね。本当楽しかったです。本当楽しかったです。それでは。次回のレディースバトルもお楽しみに。お楽しみに。お楽しみに。お楽しみください。I was too impressed. He flattered. I was blushing.